友達や家族、同僚とのつながりを突然消す。皆さん想像できますか？それも意図的に。馴染みのある場所を立ち去り、無人島に行き一人で暮らす。これはまさに隠者の生活です。彼らがどのような人生を送っているのか見ていきましょう。クリストファー・ナイト、別名北の池の隠者、1965年生まれ。ベビーブームの終わりに誕生したナイトは幸せに感じることがあまりなかったそうです。だからこそ20歳になった時、彼は完全な隔離を目指し、メイン州の森に今にも倒れそうな小屋を建てました。ですが一つだけ問題があったのです。彼は近くで滞在していたキャンパーたちのものを盗んでいたのです。長い間そのような生活を続けました。2013年に逮捕されるまで誰も彼を見つけて捕まえることができなかったそうです。彼の住処には盗まれたもので溢れ返っていたそうで、誰もがショックを受けました。アガフィア・リコバ、1944年生まれ。アガフィアの両親は1937年にシベリアの荒野に移り住み、社会から孤立しました。7年後に彼らは女の子を産み、彼女は長い間他の人と接触することがありませんでした。1970年代に初めて他の人間と出会ったそうです。そして父親のカープが1988年に亡くなってから、アガフィアは猫と犬と一緒に暮らしています。木造の家で暖炉のために木を切り、川から水を持ってきて狩りにも行っているそうです。2019年の11月に彼女は残りの親戚たちと会いましたが、それまでは手紙でしか彼らの存在を知りませんでした。バレリオ・ライスッティ、1898年から1952年。バレリオの人生は災難と悲惨な出来事で満ちていたそうです。彼はイタリアのソンダロで生まれ、見習いの石工として暮らしていました。そして17歳の時オーストラリアに移住。そこで彼はいくつかの会場で働いたのですが、最終的にはすっからかんになり失望してしまいました。最後の貴重な所有物でもあるコートも盗まれてしまった彼は、気づいた時にはニューサウスウェールズ州のグリフィスという洞窟にたどり着き、そこを新しい家としました。他の人から身を隠し、住まいを拡大して装飾するなど、自分だけのために頑張ったそうです。現在彼が暮らしていた洞窟はオーストラリアの公式遺産の一部となっています。ノア・ジョン・ロンドー、1883年から1967年。10代の時に家から逃げ、労働者として15年間働いた後、ロンドーはついにニューヨークのアディロンダック山脈で平和な日常を見つけました。そして46歳になった彼は文明から遠ざかり、コールドリバーの地域に定住したんです。その場所でコールドリバーシティを設立、自称市長となり、いくつかの小屋や小動物の農場さえ作りました。彼に捧げられた本がいくつもあるくらい有名な隠者だったんです。セルゲイ、1985年生まれ。セルゲイはモルドバのキシナウから96キロメートル離れた古く忘れられた修道院の隠者および守護者として暮らしています。彼は17年前、18歳の時にこの場所を見つけたそうです。2週間ほどその場所で生活をしてみたところ、平和と静けさが気に入り、頻繁に訪ねるようになったんだとか。彼は時々都会に戻って仕事に行っているので、完全なる隠者としての生活を送っているわけではありません。都会に戻っているとはいえども、その多くの時間をサイポーボと呼ばれる近くの無人の村で過ごしているんです。長崎正文、1936年生まれ。2018年まで長崎さんは外離島と呼ばれる無人島で暮らしていました。1989年からずっとそこに留まっていたそうです。彼が隠者になった経緯についてはあまり知られていませんが、長崎さんを世界に紹介したとあるジャーナリストによると、彼はかつて結婚していて大阪にある工場で働いていたそうです。しかし都会の生活があまり魅力的ではなかったのだとか。いつか人のいない場所に移動しようと考え成功しました。なんと29年間文明に縛られることのない裸の生活を送ることができましたが、残念ながら2018年に体を壊し本土に戻ったそうです。
健康のためにも彼は美しい島の楽園に戻ることが許されていません。バリー・エドガー・ピルチャー、1943年生まれ、アイルランドの詩人とサックス奏者でもあるピルチャーは20年間イニスフリー島で暮らし、2013年にアイルランドの本土に戻りました。最初は奥さんや娘と一緒に生活していたので完全な隠者ではありませんでした。しかし孤独な生活に耐えられなくなった2人は一緒に暮らすのではなく時々会いに行くようになったそうです。そのためピルチャーはほとんどの時間を一人で過ごし、最終的にはアイルランドで最も孤独な男と呼ばれるようになりました。デイビッド・グラスウィーン、1945年生まれ。グラスウィーンはオーストラリアで生まれ、1980年代には株式市場で大金を稼ぎました。彼の資本はピークの際には約3000万ドルにまで達したんです。しかし1987年に株式市場は崩壊し、デイビッドも一緒に引きずり落とされました。そしてお金がなくなった彼は幸運にもジンバブエの女性に出会うことになります。2人はそう遠くない孤島に行き、観光などでお金持ちになる計画を立てました。しかし成功することはなく、その女性も彼を置いて立ち去り、最終的には20年間も一人で生活することとなったのです。彼は隠者としての暮らしの中でちょっとした幸せを見つけ続けているそうですよ。ゾーイ・ルーカス、1950年生まれ。ゾーイが初めてカナダのセーブル島を訪れたのは1971年、学生の時でした。もともと島にいた約400頭の馬のために訪ねたそうです。そして7年後、彼女はその島で生活を始めることになります。全体的に見るとゾーイは40年以上もの間一人で過ごしたそうです。周りにいたものは馬、アザラシ、そして鳥のみ。それでも彼女は幸せだったと言っています。ゾーイは有名な自然主義者、食べ物を探すために狩りをしたり家を作ったりする必要はありませんでした。島にある古い建物で暮らし、2週間ごとにフェリーが来て必要品を渡していたそうです。アーサー・レズリー・ダーウェイン、1879年から1977年。完全なる隠者としてダーウィンは1945年にフロリダのポッセムキー島に移り小屋を建て、残りの人生をその場所で過ごしました。自分で洋服を作り、小さなウサギの農場を持ち、裏庭では野菜を育てたそうです。水道水も電気もなく、あるものは自然が与えてくれたもののみ。でも実際のところ、彼が定住した領土はフロリダのエバーグレース国立公園に属していたので、その場に留まる権利を得るために法廷で戦わなければなりませんでした。そして最終的に永遠の権利を勝ち取ったんです。土地の権利は認められませんでしたが、好きなだけ滞在できるという許可がおりました。マンフレッド・グナディンガー、1936年から2002年。マンとも呼ばれていたマンフレッド、スペインのカミーユという村にたどり着くまでの経緯はあまり知られていません。その場所にたどり着いたのは1964年で、地元の報道によると彼は身なりが良く教育も受けていたそうです。マンフレッドは他の人と同じように数年間その場所で暮らしましたが、徐々に村人たちから引き離れ、最終的にはビーチにとどまることになります。海は流木などを運んでくれたため、それを使ってマンフレッドは興味深い彫刻を作りました。これらの芸術作品と彼自身の外観により注目されることとなったのです。ウィラード・キッチナー・マクドナルド、1916年から2004年。マクドナルドは20世紀に最も長生きした隠者の一人。1944年に彼はカナダから米国に行く電車に飛び乗り、ノバスコシア州ガリー湖のほとりにある孤独な小屋で暮らし始めました。そこで彼は60年以上もの間一人で過ごしたんです。自給自足はもちろん、本を書いたりギターを作ったりもしたそうです。しかし2003年に山火事によって家が倒壊し、マクドナルドは自分のために建てられた小屋に移動しなければなりませんでした。その後すぐ彼は再び森の中に逃げ、2004年に亡くなるまでその場所にとどまりました。トム・レパード、1935年から2016年。
最も奇妙な忍者といえばトム・レパード、もしくはヒョウ男が欠かせません。彼の体はヒョウ柄のタトゥーで覆われていたんです。しかしヒョウと霊的つながりを持っていたわけではないと言っています。ただこの柄がタトゥーアーティストにとって最も彫りやすかったそうです。イギリスで豊かで波乱に満ちた人生を送った後、彼はスコットランドのスカイ島にある遠隔小屋に移り、忍者として20年間その場所で暮らしました。彼がこのような決心をした時、誰にも言わなかったそうですが、地元で人気者になりました。そして2000年に彼はギネス世界記録の最も多くタトゥーを入れた高齢者男性として認定されました。新しいことが学べた人は高評価を押してお友達へのシェアをお願いします。他にもまだまだ興味深いビデオが揃っているのでチェックしてみましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。